中央アジア勢の戦い、先制点はウズベキスタン。ドリブル、突破力、シュート力とストライカーの条件を備えた9番のシクビリンを中心に攻撃します。パワーで押すウズベキスタンの攻撃に対し、トルクメニスタンのキーパーが思わずファール。2点目をペナルティーキックで奪います。ウズベキスタンの攻撃の要はこの人、4番のコシモフ。左足を使ったドリブルパスはチームに欠かせない存在です。前半32分、コシモフならではのプレーを見せます。ドリブルで中央突破し、右から出るエースシクビリンに絶妙のパス。これで3対0とウズベキスタン。